感じなんですけど、まあでも結構最近歌ってないけど、はい、私が最初らへんに歌ってたんでね、思い出深い曲です。では聴いてください、未来への誓い。歴史上の人物の石田三成さんのゆるキャラ、滋賀県にいる石田三成
の公認ソングとしてねよく歌わさせていただいてたんですけども、まあどんどんねいい曲をいただいたのでどん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 未来の誓いを歌う機会が、まあ、残念なことにちょっと減ってきてるんですけれどもね、こちらも大切な曲です。またぜひあの YouTube とかにも上がってると思うので、ね、いいなと思ってくださったら聴いてくださったら嬉しいです。では本当に次の曲でラストだありがとうございます。いやもうね、もう本当正直な気持ち、ワンマンライブするぞってなって、ね、この後も私の後にアキッスン、そしてビビーガールズのワンマンライブもこちらの場所で決まってるんですけども、おみゆりな、なんかなぜかいつもまあまあ最初になることがまあまあたまたまだと思うんですが多くて、まあ、なんかもう あらよという間にね、今日という日を違うかありよかありがとうございますありよという間にちょっと今のところちょっと巻き戻してお前あらよで巻きちゃって失礼します。あれよという間にね今日この日を迎えてしまいまして、なんかもういや迎えてしまいましてて嬉しいんですけど、もうびっくりしたって自分でも。でも今日そうですね、今回の、ワンマンライブはいっぱいね、こうパンプトークメンバーとかもね手伝ってくれて、そして宣伝とかもしてくれたんですけど、個人的にねほらライブとか結構するときミュージシャンの人ってこのライブあるから来てくださいみたいなとか、こう皆さんに個人的に送ったりとかまあやっぱするときあるじゃないですか。そういうの今回は一切本当にしてなくて、でもそれでも宣伝とか見て、おみゆりな応援してあげようとか、今日のこのライブ見に来てあげようって思ってくださった方が本当思ってた以上に多くて本当に嬉しいです。今日もう私10人も来てくれたら、5人から10人くらい来てくださ前売りね買ってくださってた方いてくださってたので、5人から10人来てくださってたら嬉しいなって思ってたんですけど、本当に入った途端にね皆さんが迎えてくれて、しかももうなぜかこの黄色のやつ持ってくださっててありがとうございます。すごい嬉しい、私黄色好きでひまわり好きやからね、本当にとっても嬉しいです。ありがとうございます。はい、そうなんか私結構こう今めっちゃ喋ってるな、喋り出したら止まらないんででこういっつもまあ、私結構武将ですしいろいろなことちょっと武将ですし、なんかなかなかあれなんですけどあれフレ武将デ武将あちゃうかそうあれちょっと武将にいっぱいかけちゃった、あちょっとやばいところがどんどんちょっとこれ剥がれてきてます、やばいですかやっぱりテレビにごめんなさい、そうそう、やっぱり活動ね始めさせていただく前からちっちゃい頃からテレビにやっぱ出たいなとか思ってた夢もハッピーオンステージとかね出させていただいてて叶えさせていただいたりとか、そしてラジオでもね電波に飛ばして皆さんに放送させてもらったりとかさせていただいてるんですけど、やっぱりこのライブで皆さんに直に会えて皆さんの顔が見れて、そして私の生の声を聞いていただいてっていうこのライブというのを私は今でもこれからもずっと一番活動の中で大切にさせていただきたいし大切にしているので、今日本当にこの場に皆さんが集まってくださったことを本当に嬉しく思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。では本当にラストの曲をさせていただきたいのもういつやねんってちょっと思ってたどんだけこいつ喋んねんって思いました。ちょっと私もちょっと喋んの禁止って言われるかもしれないどうしようこのライブまた禁止なって言われるかもしれない。じゃあなんかもう喋り出したりとかこうまた喋るんだ、またごめんごめん、なんかもう私気持ちとかも全部なんか0と100ぐらいしか本当になくて、その中間をそうそうずっと作れってずっとそうそう昔音楽の先生習ってた先生にもずっと言われてたんですけど、もうなかなかに中間がなくてもう0か100かしかないから、もう結構思ってることとかもいつもこうあるんですけど、こう言葉にしようとしたりとかするとなんかね
言葉とか、まあ、怒りの感情とか全部の感情が全て涙になっちゃうんですよ。だからもう あんまり出さんようにしようと思って、まあまあなんかちょっとヘラヘラっていつもおちゃらけてヘラヘラってしてる感じはあるんですけど、まあ結構、まあ、いろんなこと思ってたりとか、うん、皆さんとやっぱりあのねいつもライブ来てくださってたら嬉しいなとか本当に思います。で多分私ね、あの何回か来てくださる人だったら分かると思うんですけど、なんかもう本当もうそれアーティストとして大丈夫なとかちょっと思うかもしれんけど、こう何回も来てくださってるとやっぱほらもうなんかすごいそれもでかくて、こう何回も会うとなんかすごい親しくなるし嬉しくなるし、でも初めての方ってやっぱりこうドキドキしちゃうじゃないですか。なんかもうなんかこんなになっちゃったりとかして、でなんかこんにちはとか言いながら、でなんかフェイスブックとかでいつも見てますとか言ってくると、見てくれた人なんやと思ってなんか嬉しくなったりとか、なんかもう感情がコロ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 多分目に見えるように分かりやすいと思うんですけど、あんまりなんか終着点がいつも通りないけど、まあ、とりあえず最後の曲を行きたいなと思います。では最後の曲聴いてください。ときめきドリームファルト。しなかったであろうみんなの紹介したいと思います。改めていきなりだけど、じゃあみんなステージによかったら来てください。うん、アキスも来てください。じゃあごめんね、これいきなりやが音とかないけどすいません。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。もう本当にはい、みんな忙しい中でね、もう頑張ってる、なんか喧嘩起こってる、喧嘩はい、あ、なんかありがとう、どうしようじゃあちょっと真ん中に上がってそっかそっかそっか、はい、本当にいつもお世話になってる、そしてみんなでね、このライブも一緒に私よりも熱心にみんないろいろとしてくれました。はい、感謝してます、ありがとうございます。サさんから最初にとかじゃな、え、ちょちょちょ、あ、当てた、いつも天然 OPP で一緒してくれてるアキスのアキちゃん、ありがとうございます。そしてマスさん、マスクありがとうございます。そしてビビガールズのカナちゃん、カナ、そしてビビガールズのタチちゃん、ミカ、そしてミキティ、ミキティございます。そしてナオキくん、ナオキ、そして我らがボスでありプロデューサーであり、そして Time for Love の、今ギターじゃないかボーカルでございます、タイラーショキさん、ありがとうございます。では本当に今日は、あ、ペチコさん来て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 、
みちこさんは今日あのね、あの今日もずっとあのそこでタイムキープとかももう全部してくださって、昨日のね番組でもね、あのもう夜遅くまでされてる中に、今日のあの最初のね、あの何て言ったっけ、アナウンスで、失礼しました、アナウンスもね入れてくださってて、でもなんかもう私もちょっと打ってきたのが、あのさっきあの最初のあの私が入ってくる時、みちこさんがもうなんか、もうなんか今までのことを思ったら、もう私が今泣きそうやわって言うて、みんなにもう言い張ったんで、ちょっと私はもうグッと来たんですけど、本当にいつもありがとうございます。イエありがとうございます。そしていつもね、ジェームリーグファンウトン、そして私もみゆりな支えてくださってる、本当に今日来てくださった皆様、本当にありがとうございます。最後に、あ、なんか入ろうとちょっと、ここにしよう。じゃあみんなでありがとうございました、終わりたいと思います。ありがとうございます。「夜をどんどん朝を」この後も段取りあるんで、あ、じゃあもうもしよかったら 誰か写真撮ってもらってもいいですか。集合写真的な、ちょっとだけあのライト明るくしてください。ありがとうございます。ちょっと誰か一緒に前来てよ。寂しい寂しい。以上をもちまして、もみゆりなファミリーのご出演とさせていただきます。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。なお、ただいまよりステージにおきまして、物販およびチェキ撮影会を実施いたしますので、ステージ前にお集まりくださいませ。チェキ撮影会、皆さん、ぜひ、ゆりなちゃんの